屈辱だろう。この弾でもダメなのか。僕もコウタ君みたいに本音が見えるから全部撃てちゃうんだよね。おい、レオ君。あ、店長、久しぶりっす。大きくなったな。あの、ところで、コウタ君だっけ？あの子とまだ野球やってんのか？ああ。まあ、はい。ああ、このグローブかけ！俺たちのお小遣いじゃ買えへんよ。まあ、俺らにはペットボトルバッタとガムテープボールがあるもんな。あ、そこら辺のやつ、一式あげるよ。え？いいんすか？ただし、条件は一つ。ずっと二人で仲良く野球やるんだぞ。そんなの当たり前やないすか。結構、お母さんも最近元気か。させ、また来ます。俺の決め球が全部打たれる。おお、レオ君、お友達はこのざまですよ。みんな次の回の守りは前進守備。どうしようね。おい、コウタ、何してんや。諦めてんとちゃうか。コウタは野球が上手いんだよ。お前がチーム引っ張んないでどないすんね。今まで休んでたくせに急に綺麗事ばっか。本当にレオは俺に訴えかけてるんだ。任せな。行ってくるだっちゃ。それでこそコウタや。あ、コウタ。あ？言わなくちゃいけないことがあって。ああ、大丈夫だっちゃ。言わなくても。仲間に裏切られた気分はどうかな。君は努力しても無駄だったんだよ。絶対に勝つんだっちゃ。チームのためにも。仲間のためにも。これが本当の決め球だ。店長にもらったやつ早速使ってみようよ。ええよ。やっぱ本物でやると楽しいな。俺は将来かっこよくてエースでキャプテンで球とかこうめっちゃカーブで曲がって三振奪って。おいおい、詰め込みすぎや。とにかくかっこいい選手になってくれや。左足を内側に踏み込み、あの肘の使い方。こんな球ゼータになかったぞ。反撃開始だっちゃ。また進化しやがって。また負けた。このコウタ、ナイバッティングかっこよかったよ。当たり前だっち。改めて友達としてライバルとしてよろしくな。ええよ、ずっと一緒だっち。